はい、では言語処理学会の、まあ、第2次、5回の年次大会の報告について発表させていただきます。まあ、今回の講演の方で気になったものとしまして、まあ、この4つですねのものを挙げます。で、まあ、これらのまあ特徴としては大体その機械翻訳に使えるかなということから、まあ、結構マルチモーダルのタスクであったりそういうことで、まあ、自分は今回興味を持ちました。で、まあ、その講演全体で気になったこととしましては、まあ、その機械翻訳では今回はその文脈を考慮した機械翻訳っていうのがメインに語られている気がしました。で、またその中でも、まあ、1つ目のやつですね、まあ、日本語から英語への文脈翻訳テストの提案っていうのはその文脈考慮の機械翻訳のテストセットを作ったということで、まあ、結構重要、今後重要になってくるんじゃないかなと自分は感じました。で、またそのマルチモーダル機械翻訳といった分野では、まあ、その画像の情報を用いて機械翻訳の精度を上げることがすごいメインとして話されていました。で、またその画像の情報を用いてブルーを上げるっていういった評価尺度で、まあ、あんま変化がないよってことで、まあまあ、あまり変化がないんですけども、まあ、主語が大きいっていう問題は結構人間にとっては大事なんじゃないかなって思うことで、まあ、このタスクによって、まあ、解かれる問題っていうのは結構人間にとっては大きな問題なんじゃないかなと思い、まあ、自分はその有用性を結構感じました。で、まあ、ちょっと招待講演の方で気になった点としましては、まあ、社会脳科学と自然言語処理がまあ一つ目だったと思うんですけども、まあ、これあの特定の個人に対していろいろ性格分析を行って、まあ、それに対していろいろなアプローチをかけていくっていった、まあ、一つの個人に対して何回も行うっていう考え方はあまり言語処理の分野ではなかったかなと思い、結構気になる、まあ、面白いと思いました。またその子どもたちの深い学びということで、まあ、できる学習と分かる学習みたいなことで話されていたんですけども、まあ、その中でも結構分かる学習を今はメインとされてまして、その今回の京都大学の、まあ、2018年の英語の問題のような、まあ、相手に分かってもらうような学、まあ問題、文章と文章があって、その間の文章を自分で考えさせて、まあ、そこを英語で作らせるといったような問題をどう機械で生成していくのかっていうのは今後、まあ、児童教育と言語処理が組み合わさってできるようなテーマではないかなと思い、結構まあ需要があるテーマかなと自分は感じました。で、まあ、このまた他にも児童とかに勉強させるためにその導入問題を作るにあたって、直感的かつまあ話しやすいやアイデアをたくさん出せるような、まあ容易な問題の生成をできる、まあできるといいますか、その問題を生成するような学習、まあその機械の対話性、まあ対話生成に似たようなタスクですねっていうのも今後重要になっていくのかなと自分は感じました。で、まあ、ポスターでちょっと気になったもの、こんな結構あるんですけども、その中で、まあ、特に絞ってこの6つですねが、まあ、結構分かりやすくて、まあ、今後っていうか今回のポスター発表の中でも結構いいというか、まあ、大事なものなのかなと思いました。で、まあ、1つ目のこのバートを用いた機械翻訳の自動評価っていうものなんですけども、まあ、最近バートっていうのがすごい話題になってるんですけども、まあ、その機械翻訳の評価方法をまあ紹介していて、まあ、結構その興味深く感じたっていう、興味深く感じました。で、この負の語彙生成訳に基づくニューラル言い換え生成っていうのは、まあ、これはなんかその今までのニューラルモデルだととある辞書、まあ、結果が結構1個しか出せなかったりして、それを変数的に変えるってことがあんまりなかったんですね。それをまあ言い換えを生成してあげて、まあ、主語が大きくなる、先ほどもあったマルチモーダルで解決した問題なんですけども、それをまた別のアプローチで解決していくみたいな手法だったため、まあ、とても興味深く自分は感じました。で、この事前学習した分散表現を用いたマルチモーダル機械翻訳っていうのは、この、まあ、単語分散表現を、まあ、ファストテキスト等で、まあ、ちょっと覚えさせてあげて、それによってマルチモーダルの、まあ、画像データとから取ったもの単語表現をそのまま文章のところに当てはめてあげて、
いかに損失を少なくその翻訳をできるかっていうことについて着目していたため面白いかなと思いました。でこの義ユークリッド空間への単語埋め込みでは、まあ、その分散表現間 の, その類似度っていうのを、まあ、義ユークリッド空間の内積によっていろいろやってたため、まあ、今後表現力が上がっていくのかなという感じで感じました。まあ以下の2つについてもいろいろ感じた機械翻訳の分野では結構有用になってくるのかなっていう感じで自分は感じたため今回こちらでちょっと紹介させていただきました。でまあその中でもまあ結構大事かな、大事っていうかまあ結構基礎的でまあ分かりやすい部分ですごいいろいろなスコアを上げてたもので今後まあそういう機械翻訳のタスクで重要になってくるんじゃないかなっていうので今回これをちょっと紹介したいと思います。でこれはまあマルチモーダル機械翻訳っていうのが、今までの機械翻訳では例えばあの彼は何ピザを食べましたっていう機械翻訳にしたいのに彼は食べ物を食べましたと主語が大きくなってしまうっていう問題が結構あったんですね。それを解決するために画像を用いてその画像、この文はこの画像と同じだよっていうことを言ってあげてそこにピザっていう特徴量っていうか情報量が多いためそのピザっていうのがちゃんと食べ物よりも出てくるっていうのをうまく使ってあげたもの、これをまあその特徴量とかじゃなくてその特徴量とか言語の確率生成確率じゃなくて単語の分散表現を使ってやってあげたことですごい精度が上がったよっていうことで、まあ、今回ちょっと気になったのでちょっと評価ここにちょっと上げさせていただきました。で、まあ、全体の所感としましては、まあ、いろいろ詳しく説明するポスターよりもなんか声の大きさとか姿勢といった点で結構評価されてて人が集まってるのかなっていう印象を自分はちょっと受けました。で他にもちょっと招待論文で気になったものをちょっといっぱい挙げていくとあれなんですけども、まあ、この2つが特に気になっていてその今回 の, その一番最優秀賞を取っていたヘイナコーパスを用いないテキスト翻訳家っていうのはこれその疑似パラレルコーパスを、まあ、使って、まあ、大規模コーパスとほぼ怒涛の精度を出したってことで、まあこの疑似パラレルコーパスっていうのが、まあ、その何でしょう大規模なコーパスと一緒っていうことは、まあ、ほとんど文のモデルに近いんじゃないかなっていうことで結構自分は興味を持ちました。でまあ下の方はまた違うんですけども今まで単語感や文で見てたのをその読者の読み時間みたいなところで区切っていたっていう点で結構面白く感じてちょっと気になったのため紹介させていただきます。でまあちょっとあまり書けないかもしれないんですけどスポンサーイブニングでは、まあ、その企業の人と話し合うことで今後情報、まあ、結構大学が求めているものと企業が求めているものって違うと思うんですけども、まあ、それがどうニーズが、合っていくのかっていうのを、まあ、結構感じることができました。ただちょっと時間が少なくて全ての企業を回ることができなかったなっていうこともちょっと考えました。でその他の所感なんですけども、まあ、一番大きいのはそのニューラル翻訳モデルに関してのちょっと研究が結構多く感じました。でまたその翻訳の中でも今起こっている問題に対しての解決っていう点で、まあ、根本は何なのかっていうのがちょっとわからないままっていうのが結構多かったためちょっと自分は機械読解の方ちょっと見てないんですけども、まあ、そういうのを結構大きく感じました。でまあそのバートといった技術まあその使うにあたって、まあ、時間をすごい考えないといけないんですけども、まあ、そのためかわからないんですけども時間短縮に関する発表っていうのが結構評価されてるのかなと今回の発表思いました。以上で発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。